2017年春、3ヶ月連続日本一の衝撃、相性差をものともしないラットの連達、常識を変えるのは卓越か。5月2日スーパーセルトライアスロン、ぜひ見てね。お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらゴレクローンやっていきたいなと思います。というわけで、現環境のねこのいろんな形のクローンデッキがあるんですけど、トルネ型だったり、あとはコウモリが入っていたりとかいろいろある中で、僕はちょっとこの方がねちょっとしっくりきたのでこれをね紹介するんですが、今期全然トロ上がんなかって、マジ展開付近ずっとうろうろしてたんですけど、このゴレクロでなんとね7-3グロラン入らないぐらいですかね、一応上がることができて、なんとか一応1000以内にはね入れたので、グロラリーグもこの調子でいけばギリ出場できるかなと、ギリギリなところなんですけど、ゴレクロでね世界トップ結構いるので、僕もねほんと2桁あんなら1桁目指してねゴレクロやっていくんですが、ゴレクロやっていくって言っても、おみくじ引いてすごいこう大吉をね引けるかどうかみたいな、そんな感じですね。さあ来い。ゴレ出してからの、相手がこのゴレに対して合わせるカードがあるのかとか、何を合わせてくるのか、そういったところですね。さあ、ゴレダクネがね、初手の手札にあれば、最強ですね。大当たりだと思ってください。で、これどうなんだろうな。クローンしちゃった方がいいのかな。さあ、この、豚の作り方がちょっとうまいですね。いや、でもこの俺のホバリングも、なかなかいいホバ。よしよし、豚を射抜いてる。で、ここはちょっとカウンターがね、痛いが、5打ったのでスケドラぐらい追加して、これね、カウンターでスケバレとかをつけるだけで強いんですよ。これだけで。なんならここにクローンとかできた時には最高なんですけど。さあ、ここはね、これぐらいでしょうがないですね。で、またはゴレ展開して、ダクネ展開してという風な無限ループでございます。で、相手のスペルがロケだったらもっと良かったんですが、今回ファイボーですね。ファイボーだから、スケドラとかダクネとかがね、いい感じにファイボーで対応されると、大変かなぐらいですね。言うて、マジゴレダクネ組んで後半祈ります。本当に。ゴレダクネ組むだけ。で、クローンするならもうちょっと近づけた方がいいのかななんて思いながら、引っ張られたらクローンすればいいかな。これなんか、クローンのタイミングむずいですよね。さあ、ダークネクロ当たる。これはいいんじゃない？コウモリが ?OKOKOK、マザネキやってくれた。いやー、これ微妙に無視したいけど、無視しにくい感じ。で、正直、ここでファイブを一回使ってほしいので、ちょっとこんな感じで攻めて、ウッド使ってくれたらそれだけでもね、スキアミダノロイ抑えられるんで、OKOK。これも美味しいですね。さあ、ですが、もしかしたらこのタイミングで、エリババとか来る可能性もないことはない。ママが。ママが強い。ママバカ強いですね。無限に出てきちゃうんだよな。さあ、ここは早めに処理して、これ端前これいけたら熱そうですけどね。どうやろ。これはサスケバルも、めっちゃいい。クローンしてえな。クローンしてえな。クローンするだけお得であれ。あれはもう、これは来た。よし。いやー、完璧なクローンでしたね。で、今、スケバレにウッドを使ったので、ロイ来ても、スケルトン部隊で守れるよと。これがね、僕がね、めちゃくちゃ得意なラバとか、本当前シーズンもね、世界2桁取ったらメガナイトデッキとか、いろいろ使っても、すごい勝てなかったんですよ。マジで。環境のロイジャイとかも使って、マジ展開から上行けなくて困ってたところを、このデッキにね、変えた瞬間、スラスラトロがね、上がってしまったという、悲しくてしょうがないんですけど、めちゃくちゃね、強いこれデッキです。ダクネとスケドラとホバリングの、ファイボーを打ちたい場所
で、まあ、ポイズン使いたい枠が3つあるので、まあ、一応スケルトン部隊とかも入れるとまあもっとあるんですけども、3つあるので、まあ、基本的にゴールダクネ組んで、まあ、そのダクネと巻き込まれないようにホバリングだったり、まあ、スケドラだったり、まあ、みたいな感じでね、それが強いですね。さあ、でもうゴレダクネを組みたいんですけど、まあ、ゴレダクネなかったらまあスケバレとかね飛ばしちゃって、あとはもうゴレダクネ組むだけですからね、ぶっちゃけ。さあ今回相手はロボですね。さあこれも、まあ、スケドラから出してもいいんですけど、スケドラから出しちゃうとあのいいんですけどってよくないですね。端前でこうメガゴ追加とか、まあなんかユニットでね簡単に処理されちゃうので、まあここも別に守れないので、まあ守れないなら守らなくていいっていう。さあでこれファイボだったら嫌だなーなんて思いながら、まあ微妙にファイボもね当てにくそうなところに、よしよしよしユニット出して、オッケー、キングがおられなかったらいいので、僕はこれクローンしていい気がするな。さあね、ここにヤナム使ってきたら、まあスケバレ飛ばしてあげて、いやもうちょっと削ってほしかったな。さあまあみたいな感じの繰り返しでございます。ボンバーのラバルのヤナメですね。ライトニングなのかな、もしかしたら何もない可能性もありますね。そうそうそう、ライトニングもハイポーもない可能性があって、まあ、バルーンがちょっと厄介ですね。で僕はキングおられることだけは避けたいので、よし、いやこれで来るんですよね。でもゴコスバルーンが、それを僕はちょっと止めれるかな、止めなきゃいけないですね。止めれるかなというか、もう止めなきゃ負けなので、もう本当に祈りつつ守ってくれ。よしよし、嫌な雨なんでね、ザップじゃないのがでかいですね。 OK、 1本折れたっすよ。で、あとはまあ真ん中スケアミとか、あ、これ矢の目使ったっすもん、今。あ、でもボンバーいんのか。ボンバーいるけど、みたいな。関係ない。よしよしよし。よしよしよし。いい。逆も入ってる。あ、これは、これさっと来た。いやー、これで勝てる世界なんすよね。よし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 。ゴレダクネですね。マストゴレダクネ。で、それ以外のカードを、まあ基本的に防衛に使うか、まあどうするかみたいなね。初手ゴレダクネだから手札にあればもう大吉ですね。はい、今日のあなたの運勢はもう最高と。はい、好きな子にね告白でもしてみてください。叶います。知らんけど、まあ、そんなわけで、まあ、初手ゴレダクネなかった時だけ、まあどうにか他のカードで回すなり耐えるなりですかね。あったらしていいと思いますね。初手ゴレ死毒で逆サイ来たら、まあ、基本無視ですね。ゴブリンバレル単体無視、うん、ホグとかもまあ基本無視でもいいけど、キングだけおられないようにね、そこそこ守ったり、スケルトン部隊あれば守ってもいいと思います。さあマッチング、この人はラバルですね。ラバルインドラスケドラババの、ラバルがめっちゃ上手い人ですね。なんなら世界で一番ぐらい上手いです。さあ、まあこれには、まあ、ザップかヤナメでゴレ欲しいな、これ欲しいな、マジで。ちょっと、ヤナミ使った。いや、ここでもケツゴレできたら、それだけで熱いんですけどね。なんならケツラバされるまであるんですよね。さあ、いや、これはダクネからで、どうなんだろうな。ゴレ蓋すればいいか。ゴレ蓋して、まあ、あと祈るっすよね。この攻めがこう、通ってくれって祈るしかできないので、僕は。よしよしよし。で、まあ、なんか、バルーンからちょっと、壊すような、おしゃれスケドラとか出しつつ、お、もう磨いた。これ、やらめったらさ、耐えれる説ない。うわ、耐えれないんかい。耐えれねえなら、打たなきゃよかったな。さあ、でも、相手もこれ、守れないので、ね。ああ、いい、三国だ。お、三国だ。ん?インドラ。この人、基本的にインドラ、あれなんですよ、スケトラなのに今回3が5だから、なんや、何が違う、何がなんやん、いや全然喋れねえ。いやこれ、あー、まあこれは言っていいですね。でまたバルーン出されてのサイクルだと思うんですよ。3が5となんだろうな。で多分ラバルを、まあ、完封するのがなかなか難しいけど、
まあ、またスケドラでみたいな、これの繰り返しっすよね。でさっきああガゴ群れなんだ、うわガゴ、あガゴガゴ、さっきヤナミ使って回ってねえとか思ってたら、オッケーオッケー、ガゴガゴならめっちゃ相性いいんじゃないこれ。どうなんやろどうなんやろ、頑張れ頑張れ頑張れ、そうそうそう、ああマジか、そう守られるんだな。さあでもまだ40秒あるんでね、全然全然、さあガゴガゴですね。さあ僕もでも攻めなきゃね、いけないし守んなきゃもいけない、攻めつつ守りたいですね。でここはちょっと使いたくないけど使わないといけない、真ん中ゴレで、さあヤナメもザップも使った、これは、いやマジでワンチャン、ワンチャン、やばい、耐えて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 、おっきたきた、これですよね、もうゴレクロの強み、強みなのかいやわかんねえけど、39もらって、しかも74いってグロー200、やばっあ、てかラバルめっちゃきますね。なんかこのサンガゴボンバーのラバルが流行ってるんですかね。なんかラバルといえば墓石ババのハイボザップとかのイメージがある、すごいあるんですけど、てかそうだと思ってるんですけど、ガゴガゴのラバルはまた珍しいですけど、まあ、ヤナアメがすごい刺さってますね。相手のなんかサンガゴちょっといやらしいね、サンガゴ出してヤナアメ使わせてもうまかったんですけど、さすがにゴレダクネクローンは止まらんなと。デッキパワーが間違いなくありますね、これ。さあ、来た。出た。この人はクロスです。クロスの29、まあなんなら30。アッチャ型のね、クロスの人ですね。さあさあ、まあクロスどうなんだろうな。ゴレダクネ、クムゲーなのかな。むずいっすよね。絶妙にむずいっすよね。これケツゴレしたら突破できると思います？できないっすよね。しちゃおういやしちゃダメだったかなこれ、うん、いやーこれはダクネでもうファイボ使ったんで、僕からしたらこれでもうクローン打って結構決め切りたい印象がある。まあこんぐらいのスケドラならいいんじゃない、テスラにも行くしね。うわ、うめ、いや、頑張れ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 。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや、な、まあまあ、うわ、相手のアーチャー優秀すぎん？あ、マジか。結構抑えられたっすね。いや、でも、どうなんだろうな。そこそこダメージ取った方っすよね。スケトラの位置が結構良かった気がしますね。クロス一応守りつつ、みたいな。さあ、まあ、こからですよね、問題は。もうこれはゴレ受けでしょ。で、ダクネすぐ添えちゃっていい気がするけど、ホバだったらファイブ打たれちゃうよな。と思いながらダクネ添えて、あれ、ヤナメ打ってもさ、2周目とかで、なんかやばいことになるのかな。もう打っちゃっていいよな。さすがに。いや、防衛うまいっすよね。で、2周目クロス来ますよ、次。僕リクねえからね、もうでファイボも構えてみたいな来ちゃいますからね。どっち側来るんだろう。さあこれジミウザクローンじゃないですか。おっきょく1本おった。いやこれなんなら守っちゃう、守れ18耐えて18。相手のこの攻め嫌だな。いやでもなかなかいい防衛。いやでもここでコスト使ったらみたいな、そんな感じか。でもこれは5ワンチャン来る。いやいい、そこそこうざみ。さあ今ウッド使ったから、これ5使わんといけんのやないって。あウッド回すんですね。ウッド回すなこれ絶対。よしよし。
まあこれはちょっと、この黒いなかったっすね、絶対。バレてましたね。まあ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 。いや、流れはいい。流れは良くて、ここにゴレ出しとったら8枚クロス来ても、よしよし。いや、流れはマジでいいな。いや、困ったら俺のターンじゃない。このクロスの人マジでめっちゃ上手い人っすよ。ちょっと待ってから5か。で、西周目のちゃんに、そう、いや、めっちゃいい、めっちゃいい。ウッドゴ、いや、うまいが、大きくダメージ入ってる。いや、来た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 。フィーバータイムや。これ、どうやったら負けるんやろ、俺は。この辺のテスラで釣られるとか。いや、ここでテスラクロス立てて突破しに来るのかな。ダクネつけたいけど、諦めたか。これはもしかして。来た。これがゴレクロです、皆さん。このテスラクロス使いバカうまいと思うね。やっぱ諦めてしまうほどの、このね、圧ですよ。よしよし、バカトロ上がるな。本当に。いや、沼をね、大脱出できました。なので、皆さんもちょっとぜひね、このゴレクロン使ってみてください。鬼強いですね。ゴレダクネ組むだけでございますってだけで終わります。全部サンクラ。ちなみに、履歴あるんですけど、ほとんどサンクラですね。そう、あ、でもニクラとかもあるけど、そうそう、サンクラばっかでね、楽しいので、ぜひ使ってみてください。チャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。